日本のメディアが見落とす、パリの舞台で輝く平野の仕様の驚きの一面とは、パリの華やかな舞台で、ナンバー、愛の平野の仕様がきらめく。平野の仕様、その名前は今や日本だけでなく、世界中で輝きを放つ存在となっています。彼は、ナンバー、愛としての成功の道を歩み、その冒険心と才能が彼をパリのショーケースに連れて行きました。彼は自身のインスタグラムで、パリのルエビトンの正体に胸を躍らせ、 そのきらびやかな瞬間を披露しました。平野はパリの街を舞台に、ルイヴィトンの最新コレクションを身にまとって、魅了のポーズを決めました。その美しさに、フォロワーたちも興奮の声を上げています。パリの街並みと平野の調和は、パリに大興奮って感じ、とまで称され、異国の舞台でも彼の存在感が際立っています。ファッションの舞台裏を買いまるストーリーズには、きらめくエフェル塔の動画も投稿され、 平野の冒険心と美的センスがさらに際立っています。彼がショーを楽しむ姿勢は、単なるファッション愛好者を超えて、真のアーティストとしての一面を垣間見せています。ルイヴィトンのショーに招待されるだろうと期待されていた通り、平野はパリでファッションの祭典を堪能する予定です。ショーの模様は公式ホームページやインスタグラムでライブ配信され、終了後にはアーカイブとして視聴可能。ファンたちは、 起きられるかが問題だ、明日は4時起き確定だとワクワク感を募らせています。しかし、この舞台裏にはメディアの興味が欠けているような印象も受けます。平野の成功に応えるべく、彼の活動は日本だけでなく、世界中で注目されているのにもかかわらず、一部のメディアがそれを逃がすのは残念です。そんな中、ファンたちは平野の成功を祝福し、他のメディアの忖度には冷ややかな視線を向けています。 一方で、平野がルイ・ヴィトンとのパートナーシップを通じてファッションの舞台に立つことに加えて、YSL のアジアアンバサダーにも任命されたことが報じられています。これは新たな展開であり、平野がますます国際的な舞台で輝いていく兆しです。これからの彼の活動がどんな新たな世界を切り開いていくのか、ファンたちは期待と興奮を隠せません。平野ノ仕様はただのアイドルではなく、 その存在は世界が注目する価値があるものとなっています。彼の成功は日本を超え、国際的な舞台での誇りとなっています。そして、彼の言葉や行動が、言葉を超えた感動となって、ファンたちに届いています。最後に、平夜自身がお風呂からのコメントでリラックスしている様子が、飛べ公式ラインブログで報告されています。彼の冒険心や素直な一面が垣間見える瞬間に、ファンたちはさらなる愛着を抱くことでしょう。 パリの美しい風景に触れ、彼の冒険がどんな新たな情熱を生み出すのか、ファンたちはインスタグラムでの彼の投稿を楽しみにしています。